がムアラニの故郷の流線の州だな。へえ。Oh, well, he's dead.言っただろう、戦闘が終わった後の温泉は最高だって。あなた、お酒を一本持ってきてちょうだい。一本で足りるのか？二本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。この後、黄金の夕暮れに行かないか。これでこそバカンスって感じ。素敵ね。賑やかだな。モアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。毎日が祝うべき日なんだ。If life is like that. 案内するよ。どこから行こうかな。花歌レコード、コランチェ広場。選択肢はいっぱいあるけど。やっぱり一番のおすすめはここの名物かな。 And that is? もちろん温泉だよ。天然温泉は体にいいから、ゆっくり浸かるとぐっすり眠れるんだ。おい、まさか一緒に入るのか。恥ずかしがらないで。ほら、着替えに行こう。ムアラニ、誰？アテアおばさん？おばさんって呼ぶなって言ってんでしょ。そんなに老けて見える？この二人を天然温泉に連れて行こうとしてるのね。You definitely have a unique hairstyle. I've never seen that. うん、紹介するね。こっちは旅人で、隣の小さい子がパイモン。Yo. 二人ともナタに来たばっかりだから、ここの風習を体験してもらおうと思って。よろしくな。 Hello. はじめまして。私はアテア。ムアラニのお隣さんよ。今回の帰化聖夜の巡礼じゃガチーナに負けたんだって。Are you happy or disappointed? あとちょっとで勝てたって。ほんと、悔しいな。でも、カチーナちゃんに負けたのは仕方ないって思うよ。あの子、すごく強いもん。そんなことより温泉温泉。アテアさん、一緒に入ってくるから、また後で。旅人とパイモンに水着を選んであげないと。あ、そういえばお店にちょうどいいのがあったな。ちょっと待ってて。待ちなさい。温泉のルール、まさか忘れたわけじゃないでしょ。え、何のルールって、もしかしてルール？温泉に入るのにルールなんてのがあるのか？外から来た人はそのまま天然温泉に入っちゃいけないの。あ、oh, come on. Just to be... まずは人工温泉で試練をクリアしてちょうだい。A trial? Oh, you have a pyro vision. Wait, what? そんな怖いものじゃないの。簡単に言うと、天然温泉の水温はちょっと高いから誰でも耐えられるわけじゃないの。前に旅の人が火傷したことがあって、それでこういうルールが生まれたんだ。外国の人はまずは比較的ぬるい人工温泉を試して、慣れたら天然温泉に入れるってね。でもアテアさん、そこまで厳しくしなくても大丈夫じゃない？この人たちは強いし、あの程度のお湯大したことないと思うけど。温泉を舐めるやつはみんなそう言うけど、気をつけた方がいいと思うわよ。最近の天然温泉は安定してないの。アビス侵入の兆しかもしれない。ちょっと危なそうだな。実はオイラってそこまで強くないし、気をつけた方がいいと思うぞ。用心するに越したことはないわ。あたしがいる限り危険な目に遭わせたりしない。ムアラニ、まずはお客さんたちには人工温泉に行ってもらいましょう。はいはい、そうするよ。いい子ね。言っとくけど、
小細工は通用しないわよ。後で人工温泉も見回りするから、もしもあんたの姿が見当たらなかったら、もう家で料理を振る舞ってあげないから。わかってるってば。そういえばアテアさん、体の調子はどう？だいぶ良くなったわよ。じゃなきゃこんな人数の面倒を見る余裕なんてないでしょ。こーら、ちびども、温泉で遊ぶなって言ったでしょうが。やばい、あのうるさいおばさんがまた来た。逃げろ。待ちなさい、今日こそ説教してあげるから。元気なやつだな。Old friend of yours? おばさんは流星の州では知らない人がいないほど伝説的にすごい人なんだよ。私がコメを手に入れる前からおばさんは有名な選手だったの。流星の州には温泉が大好きな女性がいて、よく温泉の集まりを開いてるってみんな知ってるよ。で、この集まりに参加した人を戦友って呼んでるんだ。リリウとかケウラニ、フィチャマとか、みんな尊敬されてる選手だよ。わお。エンジン様もそう。ここで暮らしてたらオイラも毎日温泉に入れそうだな。それでそれで。でもね、ある戦闘でアテアおばさんはアビスの魔物に腹部を貫かれたの。救援が間に合ったおかげで命に別状はなかったけど、もうこの先温泉には入れないって医者に言われたのよ。お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。そんなにひどい傷を負ったのか。道理で体に傷跡があるわけだ。Oh, she got up to them a little bit. 一見わからないよね。アテアおばさんは怪我の話なんてしたことないし、それにたとえ自分が入れなくても、もっとたくさんの人に温泉を楽しんでもらいたいって、おばさんはここ数年ずっと人工温泉を掘り続けてるの。これも尊敬してる理由かな。さて、この話はここまで。温泉に連れてってあげるね。もしおばさんが先について私たちがいないのに気づいちゃったら怒るよ。なるほど、いいアイディアだね。気に入ったな。族長は絶対に同意してくれるって言っただろ。じゃあ今すぐ行動しようぜ。絶対に誰にも知られないようにな。おーい、アミナ、ヒクエル、マロカン、何してるの？楽しそうじゃん。ムアラニ、おかえり。あれ、その二人は？よー。こっちは旅人とパイモン。大事なお客さんだよ。二人を天然温泉に連れて行こうと思ってたんだけど、アテアおばさんにバレちゃったからこっちに来たんだ。奇遇だね。私たちもちょうどアテアさんの話をしてたんだよ。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気良くなってるみたいだ。気づいてたか？本当？なんでわかるの？お前が外でトレーニングしたり大会に出たりしてる間、アテアさんはよく夜に一人で温泉に行ってたんだ。部族の北の洞窟にある温泉覚えてるだろ。以前はよく行ってたけど、何かしらの理由で廃棄されたらしい。お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か言うまでもないだろ。だからアテアさんのために内緒であの廃温泉を改造してパーティーを開いてやろうって思ってるんだ。族長からも OK が出たし、ムアラニ、あんたも一緒にやってくれよ。もちろん。こういうことするのに私抜きってのはなしでしょ。でも今はもっと重要な用事があるの。温泉が終わったら合流しよう。うんうん、今はお客さんをもてなす方が大事だからね。ここはこの数年で開発したばかりの人工温泉だけど、天然温泉と比べても全然劣らないよ。なんて言ったって
私たちの心血が注がれてるからね。ダーグ気に入ってくれると嬉しいな。それから君たち、アテアさんにサプライズを用意するのはいいけど、見回りの仕事も忘れないでね。 But I like that guitar. That guitar is cool. いつ襲ってくるかわからないから、So it seems like the chief always had the interesting tools at the back. I think the guy was a hammer, right? She has a guitar. I'm not sure about the canopy gang. I feel like it combines into a, like an ancient weapon or something, you know? I wouldn't be surprised.水着はバッチリ用意したから、更衣室まで案内するよ。Okay. Why does it fit surprisingly well? Well, well, well. Ew. どう？あったかくて、心も体もリラックスするでしょ？気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパとママの目を盗んで熱い浴槽に飛び込んだので、二人がすごく焦って探し回ってくれてるところに、ゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから、後で聞かされた話なんだけど、面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めて泳いだのに自然と潜れちゃったんだって。だからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。本当か？オイラもやってみ。アテアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたから、ここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだから、チビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。やったぜ、ありがとな。うまいの。当然よ、私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから、天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに。Why? あんたは小さい頃から牛乳が嫌いで、こっそり温泉に流したりするんだから。私が見ていなくたって、もうそういうことはやめなさいね。分かってるって。そんなこともやってたのかよ、温泉に牛乳を流すなんて。あの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって、現行犯で捕まっちゃった。浸かりすぎるとめまいがする人もいるんだけど、大丈夫そう？オイラは大丈夫だぞ。ちょっと食べ過ぎたみたいだけど。 I'm fine。 体質が温泉に合ってるみたいだね。午後はみんなと一緒に廃温泉を改装しに行くから、君たちにはついていってあげられないや。あいつらのセンス本当に微妙でさ、ほっといたらどんな変なのが出来上がるかわからないんだ。だからごめん。埋め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。I will help too. え？ She has been really kind to us. うんうん。温泉に入れてもらってお菓子までもらったんだ。オイラたちだって何かの役に立ちたいぜ。困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。二人とも本当にありがとう。それじゃあ一緒に
空前絶後の最高の温泉パーティーを作り上げようね。よし、いざ出発。麦わらに、なんでお客様で連れてきたんだよ。手伝いに来たんだぞ。え、そんなのダメだろう。大事なお客さんを働かせるなんて。You want to do our part? まあまあ、二人もこう言ってくれてるんだし、気楽にやろうよ。改造し終わったら打ち上げを開こう。うん、どこから始めようかな。温泉の湯の出口が詰まっちゃってるみたい。取り除かないと。隅っこのボロボロの箱も捨てるべきだね。カビ臭い。ねえねえ、誰か布地とか木材とか装飾を買ってきてくれない？それとお菓子も。まとめ割りとかもあるはずだから、値引いてもらうのも忘れないでね。え、値段交渉は苦手だぞ。お前が行ってきてくれよ。俺だって無理だぜ。どんなのを買えばいいかもわからないし。じゃあさ、こっちのことは俺たちに任せて、あんたたち3人で買い出しに行ってくるのはどうだ？それもそっか。じゃあ買い出しは任せて。ついでにお店とかも案内できるしね。じゃあ行ってくるよ。またここに戻ってくるね。一丁やるか。おう。I feel like something bad is about to happen if you take, to be honest with you. やっはー、繁盛してる？ムアラニじゃありませんか。ヒコ星夜の巡礼に参加してきたんですか？うん、でも今年はダメだった。まあ、試合に勝ち負けはつきものですからね。気にしない気にしない。さて、今日は何を探してるんですか？じゃじゃーん、はい、これリスト。ねえ、今日はめちゃくちゃ大きな買い物だから負けてよ。そんなにたくさん？パーティーでも開くんですか？そうだよ。し、ここだけの話だけど、アテアおばさんのために温泉パーティーを準備してるの。アテアさんはもう温泉に入って大丈夫なんですか？よかったですね。そしたら装飾品はおまけで、布地と木材は2割引き。いかがですか？もう一声。あの木材、前回見た時からずっと隅っこに置いてあったでしょ。早く処分しないとカビが生えちゃうよ。はいはい、はあ、本当にしょうがない子ですね。住んでくるからちょっと待っててちょうだい。ムアラにやるな。へへん、任せてよ。そうだ、ねえねえ、ここにある石って売り物かな？興味があるんですか？それは安くないですよ。分かってる。これは値切らないから分けて包んでよ。 Are those decorations too? うん、カチーナちゃん、こういうキラキラした小物が好きなんだよ。だから見つけるたびに買ってるんだ。ひとまず置いておいて、カチーナちゃんが買って帰ってきたらプレゼントしようと思って。きっと気に入ってくれると思うよ。お待たせしました。漏れはないかしら、確認してくださいね。どれどれ、ん、ジュースが一箱多いけど。ああ、それはおまけです。お代はいりませんよ。7年前、集落にアビスが侵入した時、アテアさんは兄の命を救ってくれました。アテアさんは何もいらないと言ってくれたけど、この恩は忘れません。アテアさんによろしくお伝えくださいね。楽しいパーティーになりますように。絶対に最高に賑やかなパーティーにするから安心して。ありがとね。買い物終わり。That's quick. ただいま。片付けの方はどう？わあ、だいぶ綺麗になったね。It looks the same. 何もなんとかできたんだ。お見事。当
たり前だ。そこに潜って半日もかけて砂利や泥を取り除いたんだぞ。そっちはどうだ、全部変えたか？いろいろ買ってきたぞ。洞窟の入り口に置いてある。よし、あと一踏ん張りだ。みんな頑張ろうぜ。私がやるから君たちは少し休んでなよ。旅人、ちょっと手伝ってくれる？See what? 戻ってくる途中に考えたの。ここに綺麗な絵を描いて、お菓子と飲み物をあっちに用意して。あ、ダイム。どう？悪くないでしょ？うちのお店のこともやってるからね。こういう手入れとか整理整頓には自信があるんだ。もちろんみんなの協力あってこそだけど。でもこんなに遅くまでかかっちゃったのは想定外。今からアテアおばさんを誘うのはさすがに無理だよね。今夜は無理だな。アビスの侵入に備えて族長がパトロール隊を立ち上げたのは知ってるだろ。アテアさんも志願したらしい。で、今夜はアテアさんが担当なんだ。そっか。じゃあサプライズは明日にお預けだね。うん、帰っていいかもね。夜間のパトロールが終わって疲れてるところを温泉に誘ったらきっと喜んでくれるよ。じゃあ今日はこれで解散にしよう。旅人とパイモンも疲れたでしょ。宿まで送ってあげるね。じゃあ、ゆっくり休んでね。また明日。また明日な。おやすみ、モアラニ。バイ。今日はたくさん歩き回ったから疲れたぜ。明日の温泉パーティーに備えて、今日はしっかり寝ないとだな。早く中に入ろうぜ。I'm still surprised this is still at one.Unless this is the end. Apparently not. Mina! Keep an eye on her! What happened? What happened? Something's going on outside. Traveler! Paimon! Wake up! Morani! What happened?うわぁ、どこから魔物が湧いてきたんだ。アビスが襲ってきたの。パトロール隊が魔物と激しくやり合ってる。ついてきて、安全なところに連れてくから。ムアラに手を貸して。もう無理かも。まずい、すぐ行くから。ルカムト、本当ありがとう。いつか一緒に戦いたいなって思ってたんだ。 Not the best team, but...ちょっと待って、今助けに行くから。What is going on actually? 清掃を開始します。襲撃はこれで終わりじゃないって気がする。一体どこから湧いてきたんだろう。アミナのところに行って聞いてみよう。アビス関連の防衛については私よりよく知ってるはず。アミナ、
Hello. ウアラに、それにお客さんたち、たくさんの魔物を倒してくれたって聞いたよ。本当にありがとう。対策はしてるつもりだったけど、どうしても人手が足りなくて、魔物が防衛線を突破して集落の中まで入ってきたの。幸い今のところ死者はいないみたい。アビスはどこから侵入してきたの？東から。アビスの凶門の位置は特定できてるけど、そこを攻めるのに十分な数の戦士をまだ集められてなくて。アビスの凶門って何なんだ？いや、what is it? アビスによって作られた扉とでも考えればいいかな。そう、通って魔物は八神の国から地上にやってくる。侵入を食い止めるにはアビスの凶門を壊さないといけない。それもできるだけ早くね。魔物が湧き続ければどれだけ強い戦士でも苦戦を強いられちゃう。うん、私もそれが一番心配。それに魔物の数からして今回のアビスの凶門は一つじゃない。でも他の門の位置は調べてるところなの。ならとりあえず東側のアビスの凶門を片付けちゃいましょう。旅人パイモン、もう遠慮なんてしないことにしたの。 who is putting up the pylon? 君たちの力を貸して。もちろんだぞ。 is it my bro? Nah, I don't think so. 流線の州を代表して This is a different abyss, this. Right. 時間がないから早速行こう。This one is a beast order, right? I'm confused. Okay. It's probably somebody. Jesus. I don't think I can teleport though. Yep. Muarani, are you the Abyss of Kyomon? So, so. Okay.Everything is on fire. 近くに新しい魔物は出てきてないから、とりあえずは安全だと思う。こんな襲撃によく合うのか。大変そうだな。大変じゃ大変だけど、先祖代々そうやってきたわけだし、アビスにしてみればこっちが大変だろうがなんだろうが関係ないでしょ。私たちは戦うしか選択肢がないの。さあ帰ろう。何見てるの？あっちに何かある？うわ、ブラインドウォーマン、あっちを見ろ。魔物がいっぱい出てきたぞ。あれ、あっちって確か。That's the location of the abandoned spring. 待って待って、嘘でしょ。片付けたばっかりなのに。この状況じゃあっちに支援に行ける人はいないかも。私たちで何とかしないと。行きましょう。あれ、魔物が減ってきた。みんなもう少し頑張って。アテアさん、どうしてここに？アビスの凶門は？失礼ね。私がここにいるんだから凶門は片付いたに決まってるでしょ。最善を尽くしたつもりだけど、状況が状況だったからね。あんたたちの大事なものは大丈夫だったかしら。今は話さないで。ひどい傷、アビスの侵食が進んでる。こっちで合ってるか？おい、誰かいるか？ムアラニ、
それにアテアさん、どうしたんだ。二つ目のアビスの凶門が現れたって聞いて駆けつけてきたんだけど。アビスの凶門はアテアさんが片付けてくれたよ。でも早くお医者さんを呼んできて。いいの。自分の体のことは自分が一番よくわかってる。ここのものが壊れてないならそれでいいわ。それにしても綺麗になったわね。She's gonna die. あんたたちがやってくれたんでしょ。いや、I feel like she is adopted. アテアさんのために。知ってるわよ。私へのサプライズなんでしょ。アテアさん、バレバレよ。普段は会ったら必ず挨拶してくれるのに、今日は避けてばっかりいたから。きっと私に黙って何かやってるなってすぐ思ったわ。それとムアラに、お菓子はあんたが買ってきたんでしょ。お湯の温度に合わせて選びなさいって前にも言ったのに。その話はいいから、お医者さんが来るまでもうちょっと頑張って。体が治ったらアテアさんの食べたいものを一緒に作ろうね。Yolani has said that Atea had been injured by the beast before. Maybe that's why the conversion is so fast this time. At this rate, she's not gonna make it until help arrives. Maybe there's something I can do. この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。 What the fuck? This is like ancient fucking history that I even forgotten. The fuck? Ain't no way. あれ、結晶が浄化されてる？いつの間に？ Is the game telling me I'm old? Hello, bruh. 風魔竜が苦しんで流した涙だ。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。That's right, back then. I. アテアさん。アテアさん。Let me try something. 試すって。何を。I too am the abyss. Or the opposite, maybe. I don't know. 今のって。浄化、吸収。アビスの力が削ぎ取られていったら。Is it why they got the boss that thing at the start? Really? Like, goddamn. マジかよ。こんなの初めて見たぜ。Are you okay? アテアさん。アビスが消えた。うん、そうだよ。旅人が助けてくれたの。旅人は大丈夫なの。今アテアさんの体からアビスの力を浄化してくれたんでしょ。君はアビスの影響を受けてないの？ I'm fine. 本当に？ See?よかった。はあ、よかった。さっきは本当にヒヤヒヤしたぜ。よし、みんな、今日は帰ってゆっくり休んで。明日またここで集合しましょう。アテアさんの体が治ったこととアビス撃退を祝して、そして何より旅人とパイモンへの感謝を込めて、明日は盛大にお祝いしましょう。それじゃあ解散。おい、よし。君にあんな力があったなんて。おかげで本当に助かったよ。オイラもお前に
を浄化できる不思議な力があるってことを。Stop telling me I'm old. Shut the fuck up. トワリンの涙を浄化したよな。Please. Don't tell me I'm old. お前がいてくれて本当よかったぞ。お？暗い顔してどうしたんだ？I didn't want to spoil the mood earlier, but when I was purifying the abyssal power within Atia, I could sense something. Remnants of that power have existed within her body for years, corroding from the inside. I did my best to cleanse that power just now, but it's already deeply ingrained within her internal organs, leaving her as fragile as a dried leaf in the wind. お湯に浸かると、アビスの力による臓器の侵食が加速して、命が削られちゃうんだって。あのさ、ムアラニー、アテアさんの病気、良くなってるみたいだ。気づいてたか？お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か、言うまでもないだろう。I don't think she's gonna be, you know, going to the hot springs because she was recovering. But because she realized her condition had taken a decisive turn for the worse, I'm not sure if I should tell Moalami. Oi! What are you doing? I'm so tired and I can't open my eyes. If you think about it, it's okay tomorrow.Your doubts still linger in your heart. You return to the inn and rest until next morning. It is time for the party. Man, you go to the springs with shoes, man? 若い子たちと遊ばないの？ You okay? お菓子が口に合わなかったかしら？それとも温泉が熱すぎた？ってわけでもなさそうね。昨日はあんたがアビスの力を浄化してくれたって聞いたけど、もしかして何か気づいた？輸入？もう少し黙っていようと思ってたんだけど、せめてパーティーの間は興ざめになるようなことを言いたくなかったのよ。でもバレちゃったならしょうがないか。ムアラニー、何？ちょっと散策に付き合ってくれる？アテアさん、どこ行くんだ？何かあったか？なんでもないわ。賑やかだから、ちょっと落ち着いたところで休んでくるわ。すぐ戻ってくるから気にしないで。お菓子はあっちの箱の中にまだあるから。全部今朝の焼きたてよ。じゃ遠慮なくいただきます。ムアラに。うん。時間が経つのは早いわね。いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あんたが温泉で悪事を働いていたのが昨日のことみたいや。両親は変わりないの？うん、仕入れのために町を出てるけど、一体どうしたの？なんか変だよ旅人。君何か知ってるんでしょ？二人とも変だもん。自分の口で言うわ。実はこの頃温泉に入るようになったのは体が良くなったからじゃないの。昨日アビスの教門に一人で対抗したのも、戦士として守るべきルールを忘れてしまうほど慌てたからじゃない。この体はもうダメなの。昨夜の洞窟ではこちらの異教の旅人が助けてくれたおかげで、今日はこうやってパーティーにも参加できたけど、おそらくあと数日でしょうね。だから1分1秒でも長く温泉に浸かって、そうしていられる最後の時間を大切にしたかったのよ。ムアラに？人工温泉で、私が見ていなかったって、もうそういうことはやめなさいっ
って言われた時、なんとなく悪い予感はしたけど、深くは考えなかった。Well, you got it by one piece of wood, huh? Yeah. 本当に治って欲しかったのに。治るのも死ぬのも私にとって大した変わりはない。どっちも祝うべきことなの。復活を経験したことがないあんたと違って、私は死と窮地の中と言えるほどだからね。友達と会うのは別に悲しいことじゃないでしょ。心残りがあるとすれば、あなたの状況がどんどん悪化していくのをこの目で見ながら、怪我のせいで前線で戦えなかったこと。でもそれもなくなった。命尽きる前にアビスと戦えたからっていうのもあるけど、ウアラにあんたの姿を見たからよ。流線の衆やあなたの未来をあんまり心配することもないかって思ったわ。あんたならみんなを団結させられる。怪我がなくたっていつかは老いて死ぬ。できることはやり尽くしたつもりよ。あとはあんたたち若者に託すわ。覚えていて、生きている時も死んだ後も私はあんたたちと共にいる。アテアさん、すでにいろいろ考えてたんだね。わかったよ。教えてくれてありがとう。全力で部族とナタを守るから。アテアさんと同じようにね。私の最高のお手本だよ。ねえ、それから旅人とムアラに、もしエンジン様に会う機会があったらこれを渡してくれる。 The feather thing. What is it? 生涯にわたって私に付き添ってくれたお守りよ。私から彼女への形見分けってところかしら。まだ生きているうちに言うのも変な話だけど、前線で戦ってた時、それは私に幸運をもたらしてくれた。怪我で戦えなくなってからも肌身離さず持ち歩いてたわ。この中には私の思いと意志が宿ることでしょう。そう伝えてちょうだい。彼女ならきっと意味を分かってくれるはずよ。安心して、絶対に叶えてあげるから。え、伝えたいことはこれで全部よ。さあパーティーに戻りましょう。残りわずかな時間を悲しむために使いたくないもの。Stop eating, you monster! ほら、満腹状態で温泉に入っちゃダメって言ったでしょ。ちょっと聞いてるの？人生は後戻りのできない旅なの。心置きなく勇気を出して前へ進めばいい。Hey. Well, see you next time. Well, see you in the next part. Act 2. Yeah.